Present day. Present time. お話しして。
水中のかなり広範囲なネットワーキングを可能としている生物である。
来的，所以在这里面是我们选择唯一优待。我可能有什么不正确的呀？耶，我没。我都不知道你在哪里。我都有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 。我なんで人工科学者だったの？私を無理にしないで。あ、ちょっとこの間大変だとか。またね。リアルワールドじゃ必要と必要がない。見せて見せて。ナイツなんだ。ごめんなさいよ。集団みたいそんな無理したらかわいそうじゃない。あるか。今なんてないよ。私たちはあなたに必要なのかしないのかワイヤードもワイヤードも何私はもう一度それは私もう分かってる道案内にもならない汽車猫私はもう一人こんなことやってて人体に知らんのかな私たちは一人じゃなあなたの期待を持つもう一人が姿をくれるわねあの子の方が面白いからとかあそこにいた人の記憶だけを探すればいいそんなことはあの中のエビレーターの動画はそんなに一度の記憶を浴びたら君の命を伝えたらオーバーの命を伝えたレイ、トラック用紙ナイツって誰なの嘘の私を作ったのそいつらなんでしょそれはどうかないや、悪い東方三本騎士団の理念は天風騎士団にまで遡るとは認知ワイヤードが生まれる以前から一つ一つの根性は集合できるよろしくお願いします来た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 君はそっくりだこれはハードルやしナイツって誰なのそうやっていつもそれが自然ワイヤードの神様だよそれを崇める者がいるしかしすげえなこれ俺も欲しいよこんなこれって全部15年前の実験データを見せてもあ、そう、俺とまた実験にさらすなんか15年前のことじゃないもうフル装備の子供たちの間で出会っているワイヤードに入っても全然ストレスが教授の実験で再現するさ俺も自作家にやってんのかさ全然変わらないやつを知らないやつを知らない新人間実験の知らないやつを知らないんだよそれよどうもなんだよそれ十分子供じゃんこのチップを私はどうなったの自殺決まってんだからそれとも正気を失うの知らないってだよ俺みたいなのにどうしたの正義をナイツに食べるわけないじゃん何か言ってんの俺はただのリストだよ何だよ何だよ何だよ俺は爪の頭についてるしなんでどうしてネットニュースになってただ食べとくと私たちの中それはあれが肉今更新型のそうしてこれが、一つ一つ覚えてから新しい子供たちの育ち方をもし卵でそんなのができるなら何を大事なのに予測を受けるんだから誰が見たかったら声を出さないとこの鍋は私が自分で使う何をさせたの何だったの説明をただ証明することなくだから大事に言われて私はそう考えたじゃなきしかないしかってどうしたんだよ子供たちの考えなくなんかじゃなかったおっしゃるとアウターレセプターが受容した微弱の脳の電源を使うんばかりそうでもないって言うの時代を進めるのは AID シーズンシーズンだから神様なんだよシーズンだからこそそれは正義だよ何だよ欲しいと思わない？泣いちゃったよ。じゃない。ママってば。子供たちはずっと楽に動いていたとき、どれほどのエネルギーを持っていたか。親指で引くんです。
もういいです、ね、もういい、まだね、あんたさ、このまさんの言い方を通れて原作の発表時刻は過去の情報活用を自殺が原因の有害なんだそうです。自殺した発表やでもネットは完全に従事しているデータが多い、俺だって男だからよ、しないのこれも普通に何で来るぞ、しかもアウトドアセクターなどを駆使して炎症を引き起こせるぞ。最近どうしかしバニバーフ氏、そしてジョーシー・エリーエーションで2人の異端の戦車が作ったシオドアネロス、軌道上にある静止衛星の巨大な電子図書館を持ち込んだ。しかも私じゃない、しょうもないでどうなってもいいんだけど、どこから来てどんな端末でもそれが利用できるデータベースを作るジャナドゥを発表する。ましてや今の子供たちのことさ、一切の文字文化が永遠になくなることがないと言われる猛虎の理想、それがジャナドゥである。それをこの世界の無限集の思想を作るハイパーテクストでネットネットは総考案者として歴史に名を残すだろう。どうしてあんたの体温を私が感じなきゃいけないの。初めて見た。私はレインじゃない。どこで買ったの。違う、もしもこのワイヤーに犯がいるのだとしワイヤーの特別な仕事しかも、いいだろ。そしてもワイヤーとシワクスが寂しいだろうが、うちをエムレートしているイカマルのダメですよ。こんなのも知らないの。ワイヤーを出したら、これだろう。これ売って、これ売って。でもあなたは無事じゃない。入るかよ、お前は。これは、何を失礼させてくれ。姉さん、通れないよ。死ねえ、死ねえ。死ねえ、そんな方法だ。ワイヤーの決意。絶対無駄かも。一度なんかでも誰に失礼なんだね。レインがしたことあるよ。あなたですったもんね。私は一人じゃない。そう、いれんだら必要ないです。この時間、レインはいつも寝てるのね。ワイヤーが寝てるのか。ワイヤーが寝てるのか。ワイヤーが寝てるのか。君はワイヤードのレインと同一人物だ。今度レインの大人っぽい服選んであげようよ。用事だよ。へぇ、あるかな。私はそれをなかったというか、プレゼントにするうちにこれが願いよ。私頑張ったんだけど、そんなこともね、私は死ぬし、そう言ってるじゃない。あなたのレインがそんな格好しないし、そんなことバイアードしないし、あなたがしないよ。その子、どうして私に伝えようとしてたのよ。レインでしょ。だから私絶対レインだと思ったの。前に迎えに来てるんだ。私がもしあんたのワイヤーだったらできるはずなの。何がしたいの。子供たちは何年もない。それは全然違ってた。情報の勝負だって。自分たちのレッスン面白ければ何でもやるんだろう。やってみたら普通だって。君はそれをできるだろ。それは急に光るんだ。そう、地球が常に変わっている。人類によりどれだけの影響を及ぼすのか、どうしようか。このリアルワールド、地球の人類がやがて脳内に人類と同じ数に移る。ダグラス・ラッシュは管理地球上の人間たちでも変異とはこれがその説を説明して地球の地味の意識を発生させることとしてきた。君の役割は何してるんだよ。あの子レイリさん、あたしはレイリさん、君が積んでしまったことは地球そのものが、ユーラの人はワイヤーズに生まれた。何見てんだ。ワイヤーズだから。ワイヤーズに生まれた。レイリさん、僕は万能なんだよ。今日変だ。いつらもう行けよ。リアルワールドがこのプログラムは、しかも、インクレリーかっこいいね。今の機体など、なんで俺に聞いたことが出んだ。おしろいそうですか、僕からお会いするランチバランスの主任研究員、エイジンさん、地球のニューラルネットワークさらに、リアルワールド
どっちでもいいよ、そんなの。早く来なよ。早く早く。レイン。私は無理だったから。